最終戦の茂木が終了しました。まず1年間本当にたくさんの応援ありがとうございました。茂木の最終戦は、予選15位から決勝12位ということで、非常に苦しいレースではあったんですけど、まあ、最終戦みんなノーミスで内容としてはいいレースができたと思います。まあ、ですが、予選の Q2 で僕自身があまりいいアタックができなくて、予選順位が下からのスタートだったので、ちょっと結果的には本当に残念なレースでした。本当に今年1年間すごく苦しいシーズンを過ごしてきましたが、本当にファンの皆さんの応援があったからこそ、まあ、僕たち毎戦毎戦頑張ってこれたと思います。ちょっとまあ来年の活動はまだ分かりませんが、今年の悔しい経験をまた来年に生かせるように、ドライバーとしても強くなれるように精一杯頑張りたいと思います。2019年も応援ありがとうございました。